神奈川県人権啓発センターです。今日はね、ブラックの話とかいうなんかそういう映画ができたそうなんで、その試写会に今行こうとしてます。ここでやるそうです。まあ試写会なんでね、まだ看板出てないですね。まあ、この試写会に招待されたのは当然私が出てるからなんですね。だからドラえもんでね、なんかジャイアンをね騙して、なんか主役に据えてドラえもんが映画を撮るんだけども、最後ねなぜかジャイアンが悪役に編集されてて、ジャイアンがぶち切れるという、まあそういう回があったんだけども、なんかそういうのを思い出しますね。どういうふうに取り上げられてるのか、ちょっと楽しみです。では行ってみます。ということで、私の話、ブラックの話見てまいりました。感想はというとですね、まあこれ正直ね、一般の人がねこれを見て、面白いと思うか、一般受けしてこうねヒットするような映画かっていうとね、それは正直ないんじゃないかなと思うんだけども、まあこのチャンネルを見てる人なら絶対楽しめると思いますよ。5月21日ここで公開です。このユーロスペース、ここで公開なので、ぜひね見に来ていただければと思います。インターネットで検索したらね、いろいろこの映画の宣伝出てくるし、概要欄にも入れときますので、ぜひねこのチャンネル視聴者でこの劇場をこう埋め尽くすぐらいの勢いでね、ぜひ見に来ていただければと思います。いやでもね、評価できる点を言うとね、まあ少なくともやっぱ三つ若さんじゃないと作れない映画じゃないですか。これ結構中身はね、そのブラックだの童話だのエタだのそういう言葉はガンガン出てくるしね、まあ僕としてはそんなの、まあ僕のチャンネルでは日常になってるから、そんなのどうってことないことなんだけども、これを劇場でやるっていうのはね、やっぱりマスコミとかメディア関係者にとってはこれ相当苦労したんだなっていうことはわかると思うんですよね。そういう意味ではね、こう映像とかね、こういうマスコミ関係の人にはすごくね、衝撃的な映画に映るところはあるかもしれないですね。ということでね、この渋谷で映画が公開されるので、ぜひね、5月21日、見に来ていただければと思います。ということで今日はね映画の試写会のレポートでした。